おはようございます。和光大です。今日は、第2弾ですね。サーフボードレビュー第2弾の動画となっております。今日ご紹介するのはデッドクークさんリチェスモデル、50ですね。もちろん50、普段僕58、57を使っているので7インチ、8インチ短い板なんですが、もちろんクリクリ動きます。ただテイクオフからのレールの入り方もすごくスムースで、ホールドもしっかりできるのでクリクリなんですけど、従来のショートボードのようなサーフィンが可能になってますね。見た感じ従来のツインフィンよりもノーズロッカーがあるので掘れていっても刺さる心配がなくて、ちょっとこれ刺さるんじゃないかなってセクションでもノーズロッカーがあることで刺さらず、さらにレールが入るのでスムースに、スピードも、かなり速くセクション抜けることができて、でボトムターンでもホールドしてくれて、でトップのアクションは、ツインフィン特有の素早いクイックなターンが可能となっています。テールを使ってしまって、テールでクッとノーズを上に上げてリップをするという方を多く見るんですけど、海の中でそれをやってしまうと、サイズがあるときに久々に例えば頭ぐらいになったときにテールでサーフィンしてしまうと上まで板が登ってってくれないんですね。最初は必ずレールを入れてからトップに向かっていかないと、スロープが長い分上まで行かなくなってしまいます。それからレールを使う練習として短いツインフィンっていうのはものすごく練習になります。今回この板に乗ってみて改めてやっぱり、もちろんクルーズ系のサーフィンを主流にしてやっているサーファーの方もそうなんですが、コンペティターなどバリバリのハイパフォーマンスモデルでサーフィンしている方もぜひ1本あっても損はないというか、新しい発見があると思います。こんなちっちゃいツインフィンを乗れることができたら、トライフィンはものすごく簡単に乗れると思います。ぜひぜひお試しください。